ボンジョルノ、こんにちは。神谷食品商品部佐藤です。いつもありがとうございます。本日のワインは、先日お伝えした、キャンティーの、第2弾ではないんですけれども、ワンランク上の、キャンティークラシコを紹介したいと思います。今回選んだのは、こちらの2本なんですけれども、バロネリカゾリ、こちらはですね、1000年の歴史があるワイナリーなんですけれども、歴史にとらわれず、かたくなにならずに現代にも合うモダンな作りを、柔軟に作るという、ワイナリーです。もう一つは、オルマンニ、という作り手なんですけども、こちらも、結構古くて100年以上の、歴史があるんですけれども、こちらは、スーパータスカンがあえて、かつて出来上がった時に、そこと一角置いて、あえて、クラシカルなサンジョベーゼを作りたいという思いで、こちらのキャンティーを作り続けているそうです。こちらを、試飲していきたいと思います。まずはワインのスペックからです。こちら、ブローリオですね。バローネリカゾリの、キャンティークラシコブローリオです。上代価格は2700円、納品価格は当社ウェブサイトをご覧ください。州はトスカーナ州、格付けは DOCG、 ヴィンテージは2017年、セパージュはサンジョベーゼ 80%、メルロー 15%、カベルネソーミニオン 5% です。トノーで9ヶ月の熟成となっています。次はこちら、オルマンニのキャンティークラシコです。こちらは、上代価格は3000円。納品価格は当社ウェブサイトご覧ください。州はトスカーナ州。格付けは DOCG。ブドウ品種はサンジョベーゼ 100% です。ヴィンテージは2017年。こちらは、バリックと、オーダル、バリックはシンダルではないバリックですね。そちらを使用しているそうです。こちらで、12ヶ月、熟成となっています。それでは、試飲していきたいと思います。まずは色なんですけれども、先ほど私ちょっと見たんですけども、こちらがブローリオでこっちはオルマニなんですけど、ほぼほぼ変わらないですね。濃いルビーレッド、鮮やかなルビー、鮮やかというよりもちょっと濃い感じの、ちょっと濁っ、クリアな感じはありますね。まずはじゃあブローリの方からいってみたいと思います。そうですね、サクランボとか、スミレとか、そういったサンジョベーゼ系のやっぱ香りがしますね。果実味が結構あって、何でしょう、タンニンは柔らかいですね。すごく飲み口がすごく良くて、本当現代的な感じですね。ちょっと最後にスパイシーな感じもあるし、本当になんか分かりやすいっていうんですかね、モダンな感じのする、キャンティークラシコですね。次はオルマンニです。オルマンニの方が若干、でも変わらないですね。オルマンニはちょっと硬いですね。ちょっと香りが上がってこないですね。これは抜栓して今、10分15分ぐらいですかね。ブローリオはすぐ上がってきましたね、香りがね。オルマンニちょっと硬いですね。オルマンニの方が熟した感じが出てますね。熟したジャムっぽいような、そういう感じのニュアンスですね。少し甘い感じもありますね。でもすごい、でもフレッシュですね。すごいフレッシュです。やっぱ酸が綺麗ですね。タンニンもオルマンニの方が強いですね。結構残りますね。ブローリオはそうだな、そうね、開けたてからすぐ飲める感じがしますね。香りももうすごくいいです。オルマンニはちょっと抜栓ちょっと早めにしてあげた方がいいのか、それか、デキャンタージュして、デキャンタージュはしない方がいいのかな。その辺はお任せします。そうですね、それぞれそうですね、いいところがあったと思います。ブローリオは、果実味の、そうですね、すぐ香りが上がってくるし、すぐ飲みでできる、抜栓からも開けたてが美味しいっていう分かりやすさとか、タンニンは心地よくですね、優しいタンニンだったんですけど、心地よいタンニンで、すごい、確かには本当に現代的な感じの作り手だと思います。オルマンニの方はエレガントさとか、酸が綺麗に入ってくるところ、本当にクラシカルな、
昔からの作りのタイプだと思います。まあ、お客様やそうだシーンに合わせて使い分けて使っていただければすごくなんかこの2本、うん、入るんじゃないかと思います。グラッツェ、今後もいろんなワインを紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。